はい、皆さんこんにちは、ヌペンです。名門ポケット学院2やっていきますよ。いしょ。さあ、前回第一期生のヌペンたちが卒業していきました。いや、寂しかったですね。で、新しく新入生が入ったんですけど、なんと第一期生だったヌペンがまた入学してましたから、これなんでなんだろうな。よほどペペペペ高校で過ごした日々が忘れられなかったんだろうか。だからって入学し直すとはね。まあね、ヌペン、また1年生から頑張っていこうね。よし、やっていきます。はい、転校生がやってきました。おー、なんか髪の青い可愛い子が入ってきましたね。はい、1年2組、めぐみやま花子さん入学。転校入学金は36万4500円。結構入学金も増えてきたね。で、実家は本屋かか、もうすごいね。初めての転校で緊張していますが、今後はよろしくお願いします。いいんだよ、いいんだよ。うん、よろしくね。さあ、この子は花子ちゃんか。どんな感じの子かな。あー、だいぶ社会が残念ですね。いや、社会だけじゃなくて理科と国語もだいぶ残念だな。まあ、ここはじゃあ特別授業で成績を上げよう。だいぶここここの子たちやばいな。このクラス徹底的に鍛え上げないと。そうだな。じゃあまずは消費ポイントが少ないのからやっていこう。じゃあノートの取り方、これでもだいぶ上げれるね。よし、いいぞいいぞ。じゃあ次は農作業の特訓。お、結構上がる上がる、素晴らしい。もう一人転校生入ってきてくれると、こうしょ、あ、なんだ、どうしました？島山ふたみさん、前々からうすうす気づいてたのですが、何度も話してるうちに小泉純くんのことを好きになってしまったようです。小泉純くん、最近入ってきた子だよね。あらあら、早速この気持ちを打ち明けてみたいと思います。何気に女の子が告白するのはこの子は初めてだね。きっと相手も好きでいてくれるように決まっています。うん、頑張ってね。島山ふたみさんが、小泉純くんへ告白。付き合ってください。どうだ。あなんでみんな付き合わないのかな。ヌノペ以来全然成功しないもんね。あー、かわいそうやわー、ふたみちゃん。どう声をかければいいんだ。ふたみちゃんがいる。あー、はい、夏の行事の季節になりました。今回は何を開催しましょう。そうだな、金はめちゃめちゃあるからな。マラソン大会が体育会系の生徒に大人気だが、他はそうでもない。まあそうだよね。最先端の科学の世界を探求、進学派の生徒にも人気。あー、そうだな。じゃあ一回マラソン大会やってみようか。うん、はい。それでは早速マラソン大会の開催準備に取り掛かりましょう。実行委員長は、そうだな、そうね、そうね。まあ、ここはじゃあ、布ペンもう一回やってもらおうか。はい、じゃあ、2回目の、実行委員長、お願いします。初のマラソン大会の開催ですね。必ずや行事を成功に導いてみせます。着替えもこのように完了しましたので、この姿の生徒が何人まで増えるかご期待ください。了解。頑張ってな、布ペン。で、特に1年2組の子たちの学力が心配だな。平均学力は215点。他は軒並み300点超えてるから、もう相当足引っ張ってるね、1年2組。そうだな。じゃあ、とりあえず、じゃあ、農作業の特訓とかでも。あー、控えめが裏目に出た。もう一回、もう一回。じゃあ、話術の特訓。よしよし、いいぞいいぞ。だいぶ伸びてきた、いいぞいいぞ。よし、ノペンが順調に、マラソンの参加者を集ってるね。いいぞいいぞ。で、またまた増やしてる。これ最高何人まで増やせるかな。今までの最高は10人が最高だったもんね。いいねいいね。積極的に話しかけて友達作ってってるね。あー、で、燃えてる子がいる。ほんと女の子と話すと、ね、燃えるんだからみんなわかりやすいわ。あー、で、めちゃめちゃ燃えてる。素晴らしい。はい、ついにマラソン大会の開催日になりました。
実行委員長を中心に21人中11人が着替えを済ませて盛大に開催されます。11人最高記録か。はい、マラソン大会が開催されます。なるほど、ドキドキ。うんうん、いいぞいいぞ、だいぶポイント入ってきてる。これで入学希望者は相当増えたらいいんだけどね。はい、マラソン大会が終了しました。いやー、大変思い出に残るマラソン大会でした。今後も充実した学園生活を過ごしていきたいと思います。はい、行事の効果により学園の入学希望者が増えているようです。どんぐらい増えるかな。んー、ちょっと大会系はめっちゃ増えたけど進学派がちょっと減ったね。はい、この前行われた全国共通試験の結果が集計されました。結構今回は特別授業やったから期待できる。おお、素晴らしい、結構上がってるじゃん。校内の合計平均点は366点でした。前回から29点増えて我が校の全国順位は…46位だったようです。すごいな。マジか。32番上げてる。素晴らしい。50位内に入ったか。はい、初めて全国ランキングの50位内に入りました。おめでとう。特別報酬金として80万円を入手。すげえ、金がめっちゃ入る。でもね、金がね、ちょっとね、入りすぎちゃって何やっていいかわかんないんだよな、今。とりあえず、じゃあ部活動とか、そうだな、なんか、やらせてみようか。はい、みんな、下校ですね。お疲れ様でした。また、2学期に会いましょうね。はい、登校開始。はい、みんな、2学期、始まるよ。はい、みんな、おはようございます。夏休みは楽しかったかな。はい、おはようございます。おはようございます。さあ、どうしようかな、ここから。野球部も今8人止まりだな。もうちょっと部員が入ってきてくれると、大会とかでもいい順位残せるかもしれない。お、燃えてるね。ゆきおくんが燃えてるぞ。そうだな、ゆきおくんはじゃあ、となると、国数 A 理、国数 A 理。じゃあ、英単語の暗記。あー、のペンの伸びが悪い。あ、で、この後ろのゆきおくんの伸びがすごいぞ。よし、どんどん順位を上げていこう。じゃあ、もう一個物質作ろうか。そうだな。じゃあ、こことかどうかな。はい。何部の物質に使うことにしましょう。まあ、隣がテニスだから、テニスコートだもんで、じゃあ、テニス部作りましょうか。はい。あ、やっとテニス部入った。ジェニファー・トムコさん。いやー、やっと入ってくれた。で、今、テニス部は一人か。一人ではまだ大会出せれんよな、多分。で、ジェイ・岩波さんが野球部入った。いいね、いいね。で、これでやっと9人揃ったか。もう少し揃ったら、大会出たいな。じゃあ、燃えてる人が二人もいるから、じゃあ大会出してみようか。じゃあ、大会出場。ついにこの日は来ましたね。大会の優勝を目指して頑張ります。最近入った1年1組のジェイ・岩波さん。オーラが出ている部員もいるので、いつもより力が発揮できそうです。はい、いってらっしゃい。野球部員9人が大会に出発しました。うん、いってらっしゃい。さあ、そして、テニス部に所属しているこの子も、大会出場してもらいましょうか。はい、現在野球部が大会に遠征中です。帰ってくるまで待ちましょう。そういうことか。はい、野球部員9人が大会から帰ってきました。お帰りなさーい。いや、まだ燃えてる。お疲れ様。先ほど試合から帰ってきました。前回までの最高順位38位の今週を目指して頑張りましたが、結果は28位でした。上がってんじゃん、すごいね。おー、我が校の最高順位を更新できてよかったです。今後も頑張ります。また大会スポンサーから上位の入賞記念としてアイテムスポーツドリルをもらいました。はい、活躍による野球部員の人気が高まってるようです。すごいね。まさか最高順位を更新するとは。やるじゃないか。じゃあ、テニス部も大会出てもらおうか。一人しかいないけどな。まあ、一回ちょっとお試しで行ってきなさい。了解しました。日頃の練習の成果を見せつけてやります。2年2組、ジェニファー・トモコ。はい、テニス部員一人が大会に出発しました。はい、秋の行事の季節になりました。じゃあ今回はそうだな、そうね、そうね。
ファッションショーか。華やかなファッションを勉強して立派な真の発掘するかも。あ、いいじゃんいいじゃん。それでは早速ファッションショーの開催準備に取り掛かりましょう。実行委員長はそうだな、ランランランさん、いや伊集院瑞子さんで行ってみよう。初のファッションショーの開催ですね。必ずや行事を成功に導いてみせます。着替えもこのように完了しましたので、この姿の生徒が何人まで増えるかご期待ください。はい、テニス部員1人が大会から帰ってきました。まあ1人だからな、相当順位は辛いと思う。試合から帰ってきました。初出場だったので少し会場の雰囲気を抑えてしまいました。結果は97位でした。まあそんなもんか。今後はさらに練習して上位に食い込み、テニス部の有名校を目指していきたいと思います。ついにファッションショーの開催日になりました。実行委員長を中心に21人中12人が着替えを済ませて盛大に開催されます。わ、最高記録だね、12人は。はい、ファッションショーが開催されます。さあ結果は、はい、ファッションショーが終了しました。いや、大変思い出に残るファッションショーでした。今後も充実した学園生活を過ごしていきたいと思います。行事の効果により学園の入学希望者が増えているようです。よかった。ちょっと待って、体育系と進学派が減っちゃった。わー、これはまずいな。ご近所と文化系は増えたけどね。あー、どうした久留米幸くん、まさか夢にまで出てきてしまったのですが、間違いないと思うのです。何度も話しているうちに三上かみ子さんのことを好きになってしまったようです。いいね。でも、君たち成功してね、本当に。もうずっと失敗ばかりだから。このままでは勉強も手につかないため告白してみようと思います。同じ部活ですし、きっと相手も悪くな、思ってないと思います。多分福留幸男くんが三上かみ子さんへ告白。あー、可愛い子じゃん。付き合ってください、どうですか。あー、もうなんでかな、もう振られてばっかだな、みんな。もうほんとこの学校恋愛が成就しない学校やな。じゃあここいらで3年生がもうすぐ卒業するので、アイテム制作しましょう。で、生徒の希望進路を変更できるこのアイテムを作りましょう。進路指導書制作の開始。さあ、これができたら早速使ってみましょう。はい、制作完了。よし、じゃあ使いましょう。じゃあ誰に使おうかな。またもほじろうくんが一番成績いいんだよね。じゃあアイテムをしよう。で、生徒の進路希望を変更。はい、そうだな、映画監督、映画監督いいね。で、会社の社長は桃山桃子さんがなったから、で、91% だから、で、霊媒師っていうのがあるな。じゃあ映画監督頑張って。ほじろうくんなら大丈夫。進路指導を行いました。なるほど、映画監督という進路も面白そうですね。我が校で初の合格者になれるよう、今後は映画監督を目指して頑張っていきます。おい、よろしく。うん、こちらこそ。じゃあ今度はこの多目的室を作りましょうか。ちょっとだいぶ行き詰まりを感じてきた。じゃあここ置きます。あー、ダメか、この水が邪魔か。そうだな、手をなると置く場所ちょっと考えないといかんね。よし、じゃあ一旦ここに置いてみましょうか。はい、じゃあ多目的室で置いていきます。はい、この前で行われた全国共通試験の結果が集計されました。わあ、すげえ、めちゃめちゃ特別授業やったもん。あ、素晴らしいね。もう大体80点以上か。ここがちょっと80点下回っちゃったけど、全然いいよ。で、太平でごすけくんがやっぱトップか。で、ほじろうくんが1点差で2位。うん、素晴らしい、素晴らしい。で、のぺんも4位に食らいついてる。すごいぞ。で、校内の合計返金点は421点でした。前回から55点増えて、我が校の全国順位は6位。ちょっと待って。マジか。ついに6位になったか。めちゃめちゃ伸びてる。なんと、初めてトップ10に入ったね。はい、初めて全国ランキングの30位以内に入りました。いやいやいや、もっともっと。
もっともっとすごいよ。特別報酬金として100万円を入手。はい、江南新聞の最新号が貼り出されました。ペペペペ高校はこの度創立5周年を迎えました。各界からも今日までの、運営をねぎらう言葉が届いているようです。まだ卒業生有志による立派な金の銅像が寄与され、今後の学校運営にも期待が高まります。立派な金像が研究可能になりました。見てみましょう。これか、だけどポイントが全然足りない。はい、元村なんとかくん。前々からうすうす気づいてたのですが、何度も話しているうちに吉本ルミ子さんのことを好きになってしまったようです。おー、このままでは勉強も手につかないため告白してみようと思います。きっと相手も好きでいてくれるに決まっていますか。それの根拠は何なんだろうな。頼むよ、本当に。なんかずっと振られてばっかだもん。頼む。付き合ってください。どうですか。なんでこんな振られるかな、みんな。全然なんか浮いた話のない学校だよね。結局片思いで終わってしまう学校だもん。あー、これはちょっとやだな。なんとか負の連鎖を断ち切りたいな。よっぽど布ペンと桃山桃子ちゃんはあれだったんだね、成功率低い中で成就したんだね。さあ本日は3年生の就職試験がありました。学園生活の集大成ともいえる行事で、私たちもドキドキしてしまいます。そうそう、職員室に報告に来ると思うのですが、どうだろうな。あ、生徒たちが戻ってきました。果たしてどんな結果でしょうか。さあ、まずは椿穂次郎くん、映画監督。あ、合格、よかった。で、三上亀子さんは一流大学。あー、すげえ。大河内京子さん、パン屋さん。まあ、パン屋さんは妥当でしょう。合格、ナイス。太平で康介くん、プログラマーか。すごいじゃん。でも年収がめっちゃ安かった。斎藤姫子さん、三流大学。まあまあ、これは合格。うん。中文仁志くん、ジャーナリスト。あ、これはちょっと難しいんだよ。あー、すごい。で、吉本ルミ子さん、はがき職人。はがき職人か。ラジオとかによく投稿するあれね。就職試験の、報告が完了しました。みんな合格だね。よかった。結構みんなすごいな。なかなかフリーターになりたがらないね。就職進学率は 100% でした。合計年収は3450万円足し 3% や103万円を寄付金として手に入れました。見事全員が夢を実現できましたね。来年以降も高い就職進学率を実現できるよう頑張りましょう。なお、試験に不合格だった生徒は卒業後はフリーターになります。しかし、やがて夢を叶える日が来るかもしれませんので、陰ながら応援していきましょう。まったくですね。で、これで3年生はもう終わりなんだね。あー、2期生もなかなか優秀な子たちばっかでね。よかったよかった。いやー、卒業式まで待ちましょうか。あー、寂しくなるね。はい、いよいよ本日は卒業式です。ペペペペ高校で輝かしい青春を過ごした7名の生徒たちが卒業します。あー、卒業生の退場です。さよなら、バイバイ、さよなら。なんかみんなすっきりした子たちばっかやな。ありがとう。あー、でもいい子たちばっかだね。一期生の時はね、もう内定ばっかの子たちばっかだったから。はい、卒業式は無事に終了しました。立派に成長した顔が実に頼もしいですね。きっと社会に出てからも様々な活躍をしてくれるに違いありません。また卒業生たちが充実した学園生活のお礼として、桜の木を送ってくれました。さて、私たちはあまり感動をしている暇はなく、来月の新入生を迎え入れる準備を始めましょう。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。吉方の努力、声がなします。ぬんぬんでした。さよならー。